清彦くん。なんだよ、また何か言いに来たのかよ。さっきはごめん、言い過ぎた。はぁ、あ、今さら遅いだろ。それに君が言ってることはあながち間違ってないかもな。ですよね。僕は権力でしか何もできない、ただのクズだよ。そんなことないよ、僕は知ってる。昔の清彦君、僕は一度共演したことがある。数年前の作品ドレミファソラシどこの誰っていう番組に一緒に出てたんだ。覚えてるか、あの河川敷を二人で走ったシーン。お前海老塚行くの？そうだ、思い出したか。思い出した。だけどそれが何の関係があるんだよ。スタッフにも全員に挨拶をするし、裏でちゃんと練習してるのも知ってる。泣く演技もうまいし、怒鳴る演技もうまいし、僕にはないものばかりだよ。だから清彦君はそんなに落ち込んじゃダメだし、大人の権力に縛られてない。まなざし清彦ありがとうな。いいんだ、俺マジで自信なくて、自分がさ権力振りかざして大人の言うことを聞かせる、そんなのしかできなくて俺間違ってたよ。改めるわ、ありがとう。いいんだ、